い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。一時期ラーメンでブームになった鶏のレアチャーシューってご存知ですか？今までにない衝撃的なビジュアルだったので覚えている方も多いと思います。今日は鶏のレアチャーシューの危険性をお伝えします。それでは早速やっていきましょう。最近では低温調理器なども普及して気軽に家で低温調理を楽しめるようになりましたね。そんな身近になった低温調理ですが、同じく飲食店でも取り入れているお店も多いです。一時期ネットやテレビのニュースでも話題になったのが鶏のレアチャーシューです。ほぼ生に近いような鶏肉をラーメンに乗せチャーシューとして提供していて、それが原因で多くのお客様が食中毒になってしまった事件はまだ記憶にも新しいです。便からはカンピロバクターが検出されたようで、原因はおそらくレアチャーシューだと言われています。カンピロバクターは鶏や牛などの体内に生息していて、熱に弱く加熱することで死滅します。なので加熱調理をしていれば比較的防ぐことができる食中毒です。他にも鶏の不十分な加熱は手足のしびれなどを引き起こすギランバレー症候群などのリスクもあります。それではこの鶏胸肉を使ってレアチャーシューを実際に作っています。まずは肉の表面の水気を拭き取り、塩と砂糖を塗布します。さらにおろし生姜を塗って真空の袋に入れ真空します。今回事前に肉の厚みを測りましたが、最も厚いところで2センチあります。本来であれば今回参考にしたボニークの加熱時間基準では63度の温度設定で1時間加熱する必要があります。これにより厚生労働省の定める加熱殺菌の中心温度75度1分、もしくはそれ同等の加熱条件を満たします。よく同等の条件で63度30分と書かれていたりしますが、今回のような2センチのお肉の場合、この数字だけで63度30分加熱すると中心部分が63度に達してから30分加熱ができません。中心温度が75度1分同等の加熱になるようにしましょう。ただ今回は失敗パターンとして63度10分加熱します。加熱が終わったので袋から取り出します。見るからに生っぽさがあります。カットしています。まだほぼ生ですね。これがお店で出てきたらさすがに手をつけるか迷いますね。でもせっかくなので食べてみましょう。いただきます。うん、これはほとんど生ですね。鶏刺しとか叩きです。皆さんは生で食べることがないように注意しましょう。ちなみに今回のものは鶏刺し文化のある熊本県産の天草大王という地鶏のものです。刺しや叩きで食べられる鮮度と加工技術で販売されているものです。普通のスーパーの鶏胸肉をこんな食べ方は絶対にしないでください。ということでお次はしっかりと合法的なレアチャーシューを作ります。用意したのはスーパーで売っている鶏胸肉です。先ほどのものに比べると身が厚いですね。厚さを測ります。4センチくらいありそうです。先ほどと同様に塩、砂糖、おろし生姜を塗布して袋に入れます。今回は63度2時間40分加熱を行います。分厚くなると調理の時間も長くなりますね。それでは調理が終わったので取り出します。たっぷりと肉汁が染み出ていますね。このスープだけでも美味しそうです。カットしてみましょう。表面の見た目は白っぽくしっかりと加熱されている感じがします。でも触ってみると肉のしっとり感がありますね。カットしてみてもパサパサした感じはありません。味見をしてみます。絶妙なプリプリ食感です。加熱をされているけど弾力がしっかりと残っていて歯ごたえがあります。これをラーメンに乗せて食べてみましょう。市販の麺を茹でて丼にタレ、お湯を注いでスープを作ります。そこに麺を入れてメンマ、卵、チャーシュー、ネギを乗せて完成です。早速食べてみましょう。いただきます。見た目の色だけで全ては判断できませんが、一つの基準としてピンク色が残っていないのは大事なポイントですね。厚生労働省のサイトを見てみると、ここ数年はカンピロバクターの発生件数が低下していましたが、去年からまた増加傾向にあるようです。外出の自粛などで外食を控えていて落ち着いてきて外食の回数が増えたことで発生件数が増えた可能性もありそうです。お店側はもちろん食中毒を起こさないように努力はしてます。ですが食べる側も危険なことに気づけることが大事かもしれません。これは危なそうだなと思ったら食べないであったり、気になれば店員さんに確認することも必要です。特に体調が悪い方や小さい子供、お年寄りの方などはしっかりと判断をしましょう。ちょっとした体調不良などでも普段なら平気であっても当たってしまうこともあります。これから暑い時期が続きます。
家庭でも低温調理などをする際は食中毒などが起きないように気をつけましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。レアチャーシューいかがでしたか？当たった人の話を聞くと、一度当たった人は怖くて二度と当たりたくないみたいです。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店をオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。